辛くなりました。心馴染めない人にでも作りはないが、上手くなりました。ルージュ聞くたびにわかります。生まれた時から渡り鳥、渡る気で翼を作ることも知る前に、気がつきゃ鏡を忘れかけた薄桜。僕という名前の看板のライブなので好き放題させていただこうと思って、自分の大好きな曲ばっかりやっております。でも一部二部ではですね、皆さんの気合いをされてだいぶ皆様に寄り添った曲をやっておりましたけれども、第三部はですね、ちょっと僕の本当に好きな曲というか、僕のね、ちょっと自由気ままな世界を皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。ちょっとコンタクトが取れたので目薬をしたいと思います。はい、だいぶ目が潤んでキラキラしてきました。よく人を見つめるときに潤んでるんですかって言われるんですけど、全然潤んでいません。いつもかさかさ皆様から見て僕の背中とか横顔から小顔しか見えないと思いますけどもね、僕は本当皆さん残念なんですけども、僕実は顔で売ってるシンガーなので、皆様にお顔見せないで、顔が見せないことが本当に申し訳ないというか、もったいないなと思いながら歌ってます。もう本当に今日はですね、この厚手のトドのような背中を見て皆様温まっていただければと思いますので、この体脂肪率が皆様に届けばいいと思っております。それでは次の曲いきたいと思います。ジプシーローズ。あ、このジプシーローズちょっと思い出があります。 MC でなくなりますけれども、昔一匹のややさんだった時ね、ここに山崎箱さんというね、暗い曲を歌う素晴らしいシンガーが来たんですけども、その時にアンコール何人いるって山崎箱さんに言うんですけども、そしたら観客の一人がジプシーローズって言ったんですね。その曲はすごい有名な曲でもないし、ベストにも入ってないし、隠れた名曲なんですけれども、本当にその時山崎箱さん素晴らしい歌唱力で歌い上げてました。というわけで僕もここに思い出深いジプシーローズという曲を歌わせていただきたいと思います。これもですね、なかなかアバズレな女の歌です。でもかっこいい女の背中っていうのを見せてみたいと思います。聴いてください。
だよ。お金も着物も何もかもあんたにかけて、巡り会ったら知らないとは一人じゃないか。ありがとうございます。はい。まあそのストリートと箱の違いっていうのは、ストリートっていうのはこうやっぱりこうお客さんを引っ張るというか、この一曲で引きつけるっていう瞬発力が必要なんですけども、この箱の中でやるっていうのはそれと違ってて、引きつけるのではなくて、いるお客様にどういう世界をっていうふうにね、結構じっくり据えたものになるんです。ストリートはセットリストっていうのはなくて、その時に入ったりゲストをやったり、まあ全然違うジャンルの曲を、例えばひまわりの曲をやった後に乱れ髪をやったりだとか、そういうね、はちゃめちゃなセットリストにかかっちゃうんですけども、でもそれがなぜかその聴いてるお客さんが映像にいてストーリーになるんですけれども、箱の中は違うんですよね。なんか箱の中ではこうお客様と僕の間に一定の距離があって、動かなくてその場にいてくれます。で、僕という音楽に付き合ってくださるというね感じで、すごく大切なものだなと思っております。こうストリートが流れるものだとするのであれば、こう箱は確かなものというふうに思っております。まあ、あとストリートとその何でしょう、この箱の違いというのは僕の中でもう一つあって、オリジナル曲をするかしないかというのがありまして、僕ストリートでオリジナル曲をするのはすごく嫌というか、あそこはやっぱり引きつけるところなので、知ってる曲で勝負するというところだったんですけども、でもね、箱は皆さん今こうやってついてきてくれてますので、思いっきり自分の思いだとかっていうのをぶつけられます。ですので、こういう箱の時には自分の曲を歌います。それでは
リジナルの帰り道という曲を聴いてください。土曜の昼は息を切らして校舎を後に家路をかける。きっとご飯は母の得意で僕らの好きな野菜ラーメン。道を I'm here for more. I can
どうもありがとうございました。いや、自分で言うのなんですけど、自分の曲やったの約2年ぶりでした。なんとなく弾けるような本なんですね。結構シンガーソングライターの方でも自分の歌詞とかコメントが全然思わない歌詞がいるんですけれども、皆さんご存知の桑田佳祐さんです。あの人はですね、全く歌詞を覚えないというか、もうここにでっかいモニターがあって、そこにね、カラオケで歌詞が出てるんですよ。それを見て歌ってるので、桑田さんが歌ってる時こういう目でよく歌っています。今度見せる時あったら見てください。これはですね、なかなか画期的な方法とも言われてますけれども、桑田さんにしか許されないというね、特別な方法でございますけども、本当はその自分の曲も何でもそうなんですけども、譜面見ないでやるっていうのが世の中のルールらしいんですけども、そんなルールは僕の中には通用しませんので引き続き楽譜を見ながら、譜面を見ながら、だってね、譜面を見たって間違いも間違えるんだから、もうね、譜面見ないと困るというわけで、次の曲いきましょう。次の曲はですね、今日の第3部の曲なんですけども、前半の方はちょっとそのほのぐらい感じ、家庭的じゃない感じ、ちょっとふるさと離れちゃった感じなんですけども、自分の曲からちょっとガラッと変えて、今度は対比的にふるさとだとか思い出だとか青春だとか、そういう色で言うと暖色系のものに変わります。それでは聴いてください。時には昔の話を、そしてね、譜面なんですけど、ね、よし。時には昔の話をしようか、通い慣れた馴染みのあの店、マロイエの並木が窓辺に見えてた。コーヒーを一杯で一日、見えない明日を悩み探して、誰もが希望を託した。虚しいものだと
ば誰にも言えない、今でも同じように見立てる夢を描いて走り続けているよね、どこかで
ありがとうございます。